おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日10月1日火曜日の全国の天気をお伝えします。今朝の千葉幕張は少し雲があるものの青空が広がっています。では全国の天気をアイコンで見ていきましょう。台風18号は昨夜与那国島付近を通過しました。朝のうちは先島諸島では強い雨風に注意をするようにしてください。沖縄本島付近も含め強い風や高波には引き続き今日も注意が必要です。西日本や東海西部はうっすら日差しが届くこともありますが雲の多い空です。だんだんと雲が多くなっていきます。午後を中心ににわか雨の可能性がありますのでお出かけの際は折りたたみ傘をお持ちください。特に山沿いではざっと強い雨や雷雨になる恐れがあります。雲が多めなものの気温は高く蒸し暑い体感となります。その他の東日本や北日本は日差しが届き秋らしい空が広がります。東日本や北日本も今日は気温が上がり昼間は暑さを感じられそうです。朝晩と昼間との体感差が非常に大きくなりますので体調を崩さないようお気をつけください。以上全国の天気をお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。